株式会社ブザーマネージャー兼オールイン新メンバーに加入させていただくことになりました佐々木蓮です。よろしくお願いします。オールインに入ることになったきっかけや僕の演者をやりたいという気持ちを正直にこの動画を通して皆さんにお伝えできればと思います。アルバイトをしていた時に今のブザーのメンバーであるハウと出会い、そこでハウの方から K-POP のカバーダンスをやらないかというふうに誘ってもらったのがこの世界に入るきっかけでした。いろいろなアーティストさんのライブを見に行ったりとかもしてたんですけど、そこで自分もこういう会場でやりたいなとか、こういうステージに立ちたいなって思ったのがきっかけで、自分もパフォーマンスを通して自分の魅力だったりとか、そういうものを皆さんにお伝えすることができるようになりたいなって思い始めました。皆さんもご存知かとは思うんですけど、フローバックさんだったりアイビーさんだったり、その他にも清水翔太さんだったり、本当にいろんな人のライブを見に行かせていただいて、その時にゼップ東京だったりとかトヨスピットだったり、そういう大きな会場に見に行ってたんですけど、そこに自分も立ちたいなって強く思ったのがきっかけです。一緒に活動していたハウがブザーに入ることが決まって、そのハウからブザーのスタッフをやってみないかって誘われたのがきっかけなんですけど、自分も演者をやりたいという気持ちはあったんですけど、どう動いていいか正直わからなくて、でも生活はしないといけないっていうところもあって、正直最初はアルバイト感覚でブザーのスタッフとしてお手伝いに行くようになりました。さっきも言った通り、最初はアルバイト感覚でフラッとお手伝いに行ってたんですけど、それと並行して自分も演者としてどうするべきかっていうのは考えていて、その時にちょうどブザーのファーストワンマンライブかなに、ブザーのファーストワンマンライブがあったんですけど、そのファーストワンマンライブを見てブザーを支えていきたいっていうのと思ったのと同時に、ちょっと自分が演者をすることに対して正直自信がなくなっちゃってました。演者をやりたいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、そのブザーのファーストワンマンの景色を見て、自分はここまで輝けないなって思っちゃって、何より羨ましかったんですけど、そこはブザーのこの7人だからこそ輝けてるんだなっていうふうに自分の中で納得しました。もちろん何回もありましたね。それはもうずっと大きいステージでのライブとかを見るたびに羨ましいなって思ってたんで、メンバーがステージに立ってそのファンの皆さんから
歓声とか脚光を浴びてるのを見て、まあ、マネージャーとしてもちろん誇らしいっていう部分はあったんですけど、それ以上にマジで羨ましいっていう気持ちがすごく大きかったですね。いつか自分もブザーみたいになりたいなっていうふうには常日頃思ってました。5年間演者をやりたいっていうのはずっと思い続けていたんですけど、ブザーを支えていきたいっていう気持ちも同じぐらい大きくて、そんな時にブザーの解散が決定して、自分の思い続けてきた気持ちにけじめをつけるじゃないですけど、まあ、解散決定と同時に自分の将来も考えるようになって、演者をやりたい気持ちをこのままないがしろにしていいのかなって思って、まあ、やらずに後悔する前に挑戦しようって思ったのがきっかけです。でそこで初めて社長に相談させてもらいました。まず社長に自分のやりたかったことだったりとか、挑戦したい演者を目指すっていう正直な気持ちを話させてもらったんですけど、社長からはよく我慢したね、応援するっていうふうに言ってもらえて、もちろんこの世界の厳しさも教えられたんですけど、それでも挑戦したい気持ちがあるなら挑戦しなさいっていうふうに社長からは後押ししてもらいました。その時に社長の方からオールインの練習生としてどうかっていうお話はいただいたんですけど、今のオールインっていうグループはオーディションで作られたグループでもあって、そのオーディションを受けてくれた人たちや、その今のメンバーに対して失礼なんじゃないかっていう気持ちがあって、そこに練習生として入るのも正直どうなんだろうっていう葛藤はありました。それでも自分の演者をやりたいっていうその気持ちが抑えられずに、社長には2つ返事でやらせてくださいっていうふうに伝えさせてもらいました。その当時株式会社ブザーにはオールインの候補生が何人かいたんですけど、自分も練習生っていう立場ではあったので、その子たちと一緒に基礎レッスンだったりボイストレーニングを受けてたんですけど、正直周りのスキルが高いところもあってくじけそうになったことは何度もありました。それでも自分がやりたい演者っていうものがっていう気持ちが強かったので、負けずに食らいついてレッスンをこなしてました。それと同時にそのマネージャー業の方ではゴールデンウィークのライブだったり、そのツアーもファイナルツアーもあったので、トヨスピットの打ち合わせだったりとか、そういうのも並行してこなしてました。なので、そのマネージャー業をこなしながらっていうのは大変ではあったんですけど、空いてる時間で振りの動画を確認したりだったりとか、
YouTube 見て研究したりとか、そういうのは常日頃やってました。オールインの候補生だったり、そのメンバーと一緒にレッスンを重ねながらいろいろ語り合っていたんですけど、どうしたらうまく見せれるかだったり、どうすればオールインが上に行けるかとか、施策を考えたりとか、そういうメンバー同士の熱い姿を見て、その将来のオールインっていうグループのビジョンが見えたっていうか、みんなで語り合ってたからこそこのメンバーとやりたいっていうふうに思いました。まあ、マネージャーとしてオールインのメンバーを見てきたっていう部分もあるので、そのオールインのメンバー個人個人が本当に将来のことをグループとしてもそうだし、個人としてもちゃんと考えてる姿をずっと見てきたので、そういうところに自分も感化された部分があるので、そこでこの人たちと一緒にやっていきたいっていう気持ちが強くなりました。まあ、正直なところを言うと、やっぱりその日々のダンスレッスンだったりボイストレーニングと並行してマネージャー業も変わらずこなしてたっていう部分はあるので、体力的には正直しんどかったです。それでもやっぱり自分のやりたいことっていう気持ちが大きかったし、まあ、何よりそのチャンスを与えてくれたっていう部分が大きかったので、まあ、そのチャンスを与えてくれた人たちに、まあ、レンを応援してよかったなって思ってもらいたいと思って、まあ、どんなに辛くてもしんどくても、それは耐えることができたっていうか、その自分の頑張れる原動力になってました。まあ、それはもちろんたくさんありましたね。そのやっぱりライブの見せ方だったり表情だったり、その一つ一つのメンバーそれぞれの個性があるので、そこはやっぱり吸収できる部分は大きかったし、5年間活動してきたとはいえ、自分が一番かっこよく見せたい、そのライブで一番のパフォーマンスをしてやろうっていう気持ちが大きい人たちなので、そこも含めてできる限り吸収しようって思ってました。昔からそのゆうやのパフォーマンスには憧れがあって、ゆうやって本当にライブ一つ一つで全然違う見せ方をする人だったので、ゆうやに直接聞いたりもしたんですけど、まあ、ライブの見せ方とか教えてほしいっていうふうにゆうやに伝えて、まあ、ゆうやああいう性格なので、とりあえず首真似しとけばなんとかなるよっていうふうに言われたんですけど、まあ、でもゆうやもゆうやなりに、その僕が初めて演者をやるっていうことに対して寄り添って親身になってくれて、こういう曲調だったら
こういう風に見せた方がいいとか、そういう細かいところを親身になって教えてくれました。まず夜中に社長の方から電話が急にあって、一言目に合格ですという風にだけ伝えられてもらって、正直一瞬の出来事を過ぎて理解が全然追いつかなかったんですけど、まあ、でもやっぱりオールインの新メンバーになりますっていう風に言われて、ただただ嬉しかったですね。まあ、その時に7月15日ブザー単独ライブにて初お披露目っていう風に伝えられたんですけど、ブザーのマネージャーである自分とオールイン新メンバーである自分をどうするべきかっていうのは正直悩みました。まあ、でもどうなんだろうな、結構びっくりしたっていうのがやっぱり一番で、あ、演者やりたかったんだっていう。でもそのやりたいっていう話をもらって、でその本人からもこういう理由で前から演者やりたくてみたいな話を聞いた時は、なんか、まあ、結構ブザーさんのマネージャーやられて5年ぐらい結構長い間やってたから、その間もずっとやりたいと思いながらマネージャーしてたのかなって思うと、やっぱりこう叶えてあげたいっていう気持ちと、あのシンプルにマネージャーさんがメンバーになったらこう周りから見た時どういう反応があるのかな、結構面白いんじゃないかなって思って、もう最初からずっと俺は、あ、いいな、賛成ですって感じでした。まあ、でも意外とそんなに変わってないっていうか、最初はやっぱりこうなんていうのかな、関わり方がちょっとわからなかったんだけど、でも一緒にこういろいろなんだろう、マリハとかやっていくうちにだんだん僕のいじり方も覚えてきて、あのすごくこう愉快というか、カズマとはまたちょっと違ったベクトルで面白い人だなって最近思ってますね。いや、まあ正直俺は最初反対だったかなっていう、まあ最初反対だったけど、まあ、レンさんの意見を聞いて、まあようやくこう分かったというか、やる気とか気持ちとかやりたい気持ちがあったのはやっぱ誰よりも強かったから、じゃあちょっと一緒にやってみようかなっていう。まあ、最初はそのファンの方がどう思うんだろうっていう心配がめっちゃ強かったかなっていうのはあったんですけど、まあでもどっちにしろもうやる気と気持ちはもう変わらないと思うので、まあメンバー全員、まあ、一緒にやろうっていうなって、これから頑張っていきたいなっていうのは思いますね。なので皆さん、ね、ぜひ応援よろしくお願いします。最初の印象は、まあ、デビュー当時とかはもう本当、まあ、怖いマネージャーみたいな感じではあったんですけど、まあ、最近になってこう遠征とか増える時にやっぱ同じ時間を過ごす回数が増えてきて、まあ、なんていうんですか、そのまあ友達感覚じゃないけど、もうそういう感覚で一緒に今まで過ごしてきたんで、まあ、メンバー今レッスンしてるんですけど、まあ、結構ね、本当に面白い人で、やっぱこうなんていうんだろう、まあ、本当努力家でやる気だけは多分誰よりもあるという方なので、まあ、そこにもうメンバーも食らいつけるくらいのやる気を持ってるから、結構まあいい感じで、なんだろう、切磋琢磨で頑張れるかなっていうのはめっちゃありますね。ブザーを解散まで最後まで支えていきたいっていう気持ちに嘘はないし、でも演者をやりたいっていう気持ちにも嘘はないんで、自分としては両方やりたいっていうのが正直な気持ちだったんですけど、まあ、そこで社長と旬に相談をさせてもらいました。その時に自分でもびっくりしたんですけど、
マネージャー兼アイドルっていう形を提案してもらって、今まで5年間培ってきたマネージャーの経験をアイドルに活かせることもあるし、まあアイドルとしての経験をマネージャーに活かせることもあると思うので、その形に自分としても面白いなっていう風に感じたところがあって挑戦させていただくことになりました。でもマネージャーとしてもメンバーとしオールインのメンバーとしてもどちらも中途半端にはやりたくないので、そこはしっかりと熱意を持って両方やらせていただこうと思います。はい、これからオールインのマネージャー兼メンバーとして全力で頑張っていきますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。今までと変わらずクレームも受け付けていますので、その際は気兼ねなく伝えていただけますと幸いです。引き続きよろしくお願いします。